設定を変えれるんですけど、オンが一番、まあ、簡単なモードで、オフが一番難しいんですけど、でオートシフティングですね、これ、まあ、とりあえずオートマチックがあるんですか。そうですね、ステアリングヘルプ、これもハイにしとけば簡単なんですけど、一応ちょっと簡単なモードで、ブレーキングヘルプ、はい、でこれで真ん中のブレーキを踏んでからアクセルを踏んでいただいたらスタートします。ブレーキをグッと踏んで、はい、でアクセル。どっち行くんですか？右で。そうですね。はい。お、サーキット。これはどこのサーキットですか？こちらは国際サーキット。はい。これもコースの選択できます。チェンジはもう勝手に入るんですか？チェンジは。今は全部簡単なモードにしましたので、自然に。レーサーを育成する本物のシミュレーターです。一番難しいモードはプロの方でも難しいと思います。敏感すぎて難しいって思う。本物にもう忠実に作られたやつ。そうですね。すごいですね。コンピューター制御で。これは運転補助機能がついてますので、ハンドルの方が逆に先に反応して、それ通りに動かせれば普通に走行ができるので。リアルですね。ブラストのメディアセンターなんか
同じハードルを切られた方が、何年後かにプロの今でスタートして世界に羽ばたかれるかもしれない。せっかくこれをされるなら難しいモードでちょっと最近出てどれだけすごいのかそうなんですか、ね、途中で切り替えができてはい、はい、難しいモードで行ってます行けます僕やばいなこう見ちゃったはいThank you.
終わりがないのかこれ。モード変えましょうか。あで、で、モードをちょっと変えてみよう。難しいモードが操作が違うんですか。全然違いますね。もう同じこれで、あ、これが違うのか。どう操作されるんですか。回転が上がった時に上げるんだよ。これは難しい。これは難しい。
バンクはどうやるか分からんな。事故ったわ。バンクはどうやるのか。バックは、ね、はい、左パドルで、はい、あ、左パドルで出してください。左パドルで、そういう技があるんですね。そういう技があるんです。
かすごいおしゃれだから、
ていうか。そうそれ。